あげましておめでとうございます。2020年1月の4日ですね、2020年の、今年入りまして初動画となります。皆さん今年もよろしくお願いいたします。今どこにいるかというとですね、千光寺公園ですね。千光寺公園の、西側がうちのホテルなんですけども、今来ているのは、ちょうど千光寺の入り口あたりに、東側へ行くことですね、西側と東側ではもうにぎわいがもう全然違いますね。もう人の数が全く違いますね。ここはもう観光地っていう、まあ正月ですからね、まあ、普段は誰もいませんけども、そんな多いっていうわけじゃないですね、数が。ただまあ全然違うっていう、そういうことですね。まあ整備もされてますしね。ですけどね、別に。でまあお城壊して展望台になるようことで、このままいいんじゃないかよって言ってますけど、まあ展望台作ったぐらいでね、人が来るか言ったらそうでもないでしょうから。太陽が出てますね。わりかし暖かいです。で、この辺からはもう誰もいないですね。ここはもっと展望層で改装したみたいですけど、なんか宿ではなんか使えそうにないような感じですね。許可が出ないとか言って。が全然ないのに頑張っとるでしょ。音楽かけてね、一軒だけずっとこれで、まあ俺がやり始めて25年、こんな感じで徐々にこうなんか進化というか、いろんな工夫をしていって、人が通らんところに人を
呼んで言ってですね、そういうのやってきました。でお城を壊して展望台を言って、それで人がよく来るじゃろうって、そのね25年の年月を知らんくせにね、あのカルガラ州、あの尾道市の市長をはじめね、あのなカルガル州言うて補修ないもんですね、本当に。あの役人に言われてもないです、本当に。それとかあの JC の人とかね、まあ、商工会の人とか、それはあの一通り苦労されてる方もおるでしょうけど、まあもともとはあの後継ぎて坊ちゃんでしょうから、資産要件持っとる家の人にあんまり言われてないですね。そんな感じですわ。これ駐車場をドーンと向こうまで出したらいいんでしょうけど、こっち広げてもいいですけどね、まあ、なんせ結構金かかります。またでっかいの置きたいですからね。ちゅうことで以上。はい、2020年1月の4日ですね、引き続き夜になりましたが、2020年今年初の動画です。相変わらず寒い中、またピカピカでやってます。まあ時期がちょっと寒い時期は似合わんですけど、まあオフシーズンなりにやってますね。今度はあのこのアジアのコテコテじゃなくて、こうちょっとね今ロカビリーとか流れてます。今度インパラが入りましたんで、これも使ってこういろいろ展開していこうかなと思います。でかいですね。長さが、5メートル80ぐらいありますね。エンジンが 6600cc の、V8、スモールブロック400400エンジンってやつですね。で、1973年式ですから、ちょっと燃料系の具合が悪かったんで、もうキャブレターとかあのオリジナルだったんですけど、キャブをもう変えてしまいました。フェールポンプとキャブを変えました。で、だいぶあのもう漏れが止まったらだいぶ燃費の向上ですね、かなり良くなりました。まああのトルク型エンジンですね、どっちかというと高回転がないんで。力があるやつですね。でこのヒッチがこうついてますね。ここにヒッチつけて、まあ引っ張るということですね。冬はやらんです。まあ暖かくなるうちにこう準備を進めていこうかと思いますね。この城も壊すことですしね、毎日ガタガタうるさいです、ほんまに。音楽なんかね心地よいですけどね、まあ、そういうことで2020年もまあ今年もよろしくお願いします。おっす。